静かなる防衛、ご視聴ありがとうございます。今日は F-35A 墜落で行方不明になっている機体パイロットを考察していきます。4月9日、F-35A ステルス戦闘機は4機の4機の F-35A ステルス戦闘機で訓練をするため三沢基地を出ました。訓練途中に F-35 の1機が訓練中止と言い、135キロ地点で海底に1機はいなくなりました。1500メートル、と深く今も捜索されています。で、現状見つかっているのはフライトレコーダーと機体の一部となり、まだ本体が見つかっておらず、パイロットも未だ消息が不明です。一番の心配ことはパイロットの安否が分かっていないということです。いろいろと話はあるんですが、まだそれが解明できていません。F-35 にはデータリンク機能があり、3機の F-35 は三沢基地へ戻り、墜落したであろう地点がすぐに割り出せています。基地でもレーダーに反応しているので、消息がわからなくなった場所は把握できています。 F-35A の墜落した機体については日本で組み立てた1番機で試験もされて、ロッキードマーチン社でもしっかりと検査はされています。しかしこの偶然にもこの1機が何かの原因によって墜落した、で今日米が必死でこの機体を探しています。予想では粉々になっているとの話です。で、粉々になるということはやはり凄まじい力がかかって粉々になったと考えられます。ただこう
墜落するのではなく何かが、そこがまだ解明されていません。フライトレコーダーもそのメモリー部分がまだ発見されていないので、今から出てくるとは思いますが、公表はされないでしょう。1500メートルの海底から引き上げるのに、さすやっぱりかなりの期間かかると思います。 F2 戦闘機が墜落した時もあれは200メートルぐらいでしたから、あれでも結構かかっています。それよりも1500メートルですから、見つかるのか分かりません。見つからなければ多分ですが、爆破の爆破も視野に入っていると思います。今日本だけが F-35A ステルス戦闘機の訓練を中止しています。海外では訓練は行っています。任務も で、この3機はアメリカのロッキード・マーティン社で組み立てた F-35A です。この墜落した F-35A だけが日本で組み立てています。で、よく言われるのが、中国やロシアがこの F-35 の残骸を見つけるのではと言われますが、それはないでしょう。この海域は EEZ 内ですので、日米ともに守られています。海底では潜水艦、海上では護衛艦、上空では哨戒機による監視が行われています。それよりも捜索期間がいつまでなのか気にかかるところですが、そうですね、 F-35 の完璧でない部分が出てしまったのかもしれません。
F-35A ステルス戦闘機は日本をはじめ多くの外国が購入検討をしています。納入されているのは日本を含め数カ国です。これからどんどんステルス戦闘機が納入されていきます。で、ステルス戦闘機はいらないっていう方もいるんですが、これは今後世界情勢を見ていく上でステルス戦闘機が出てきます。中国、ロシア、その時にはステルス戦闘機でないと対応できないのです。この海底の戦闘機パイロットが今も捜索されています。何かとちょっと口下手でしたが、静かなる防衛ありがとうございました。